ランディローズモデル、シャークフィン、サメのヒレと呼ばれる独特のポジションマークジャクソンはアメリカの楽器メーカーでグローバー・ジャクソンによって創設された。1980年代、ジャクソンはフェンダーのプレイアビリティとギブソンのサウンドを両立、多くの先進的な機能、そして独自の鋭利な衣装で、特にハードロック、ヘビーメタルの分野でその人気を拡大する。一時期は ジャズフュージョンの分野でもギタリストから好まれた。グローバー・ジャクソンは1989年にジャクソン、シャーベルの権利をテキサス州に拠点を置く INC に売却し、翌年同社を離れる。その後1997年には INC が赤いプロフェッショナル二同社を売却。2002年秋よりフェンダーミュージカルインストルメンツ社が経営権を買い取り、同社の参加メーカーとして、 カリフォルニア州コロナのフェンダー車工場内に新設されたジャクソン・シャーベルの製造工場で製造をしているジャクソンブランドが成立する以前シャーベル社のクラフトマンだったグローバー・ジャクソンがランディローザ本人のアイデアをもとにカスタムギターを製作出来上がったギターは旧来のシャーベル製ギターとはかけ離れたイメージのものだったためジャクソンのロゴを入れることとした このギターに盛り込まれた特徴が1980年代、当時の LA メタルの流星等を背景に、アメリカを中心にブレイク、トップブランドとしての仲間入りを果たし、大きな成功につながる。1980年代から1990年代には、ジェフ・ベックや、ロビン・クロスビー、デイブ・ムステイン、マーティ・フリードマン、アミア・デラク、スコット・イアン、ダグ・アルドリッチ等、数多くのギタリストに愛用された。 現在でも、数多くのハードロック、ヘビーメタル系のギタリストを中心に愛用され、続けており、特に、デフレパードのフィルコリン等の多くのベテランギタリストにはかなり、長年にわたり愛用されている。日本国内においても、往年の時代ほどではないにせよ、ギターとしての高い完成度や演奏性から、プロアマやジャンルを問わず現在においても、ジャクソンを長年使い続けるギタリストの数は、 決して少なくはない。特に、スタジオミュージシャンの間では、人気の高いブランドの一つであり、ジャンルを問わず愛用者も多い。創設者のクローバー・ジャクソンは1978年に破産寸前となっていた、シャーベル社を買い取った。当初はジャクソンが、スルーネックや、コンコルドヘッドをはじめとする先進的なデザインのモデル。シャーベルが、ボルトンネックのストラトキャスター派生モデルという、 住み分けがなされていたが、1980年代、中頃に、共和商会が、代理店業務を本格的に開始し、日本製モデルの生産が開始されると、その区別は明確でなくなっていく。当時、日本国内において、シャーベルブランドで、コンコルドヘッド、フェンダーヘッド双方のモデルがラインナップされていた。その後、日本では、 シャーベルブランドの比較的廉価なモデルが発売されたこともあり、事実上、シャーベルはジャクソンの貝ブランド的な扱いとされた時期もあったが、本来はジャクソンとシャーベルとでブランド間の上下関係はない。1 9八十年代にジャクソンを愛用したハードロック、ヘビメタル系のギタリストは埋虚に暇がないが、シャーベルを使用したギタリストも、ウォーレン・デ・マルティーにアラン・ホールズ・ワース、 ビビアン・キャンベル、ジェイク・イーリー、ゲイリー・ムーアなど多数いる。1980年代当時、アメリカでの LA メタル台頭により、ジャクソンギターは爆発的なブームとなり、それこそ、アリーとあらゆるギタリストがこぞって、ジャクソンギターを弾いていた。しかし、MTV やミュージックビデオによる恩恵もあり、ジャクソンは日本では知名度こそ上がってはいたものの、原価の高さによる影響もあり、 ジャクソンギターは一握りの代理店店舗で1本か2本見かける程度であった。さらに新品ではなくほとんど全て中古品であるにもかかわらず価格は1本40万円から50万円以上が平均相場であった。当時のジャクソンギターは全てアメリカ製でハンドメイドのカスタムオーダーが大半であったため新品を注文した場合工場で完成して 手元に届くまでに1年から2年の待ち期間が日本国内で使用できなくなった。これは黒沢楽器店が1973年3月29日にジャクソン、ジャクソンとして楽器の商標登録出願をして登録されていたので、共和商会に改善を求めたためである。その結果、共和商会が取扱いを取りやめ、中心楽器販売がグローバー・ジャクソン、 ジャクソンスターズのブランド名で扱いを始めた。米国製であっても日本国内流通は不可能なために1995年から2009年10月頃まで発売されていたジャクソンロゴの製品は並行輸入品か1994年以前に輸入した中古品もしくは共和商会時代に作られた日本製である商標の権利者である黒沢楽器店が かつてジャクソンブランドでコピー品ともとられかねないギターを販売していたこと。また、この期間中に並行輸入で、ジャクソンロゴの商品を積極的に店頭で販売していたことには批判も多い。なお、ジャクソン、ジャクソンも、黒沢楽器が2005年2月10日に、楽器の商標登録出願をしており、登録されていた。2009年2月9日、黒沢楽器店のジャクソン、 ジャクソンの商標は向こうとの特許庁の新決が出され、ジャクソンロゴが日本国内で復活することとなる JC ネット中心楽器製造自己破産へ2012年7月13日閲覧アウジオゾネ DK2012 年7月13日閲覧商標新決データベース向こう2008から89万442012年7月13日閲覧 ありがとうございます。